ポリエーション。はい、皆さんこんにちは。朝ピンの天宝この一曲第26回目です。この動画はマージャンニュースサイトマージャンウォッチさんとタイアップした企画で、ジャンサク TV 内でお昼に不定期配信しております。昼ピンですより抜粋した一曲をご紹介する番組です。それでは、パイフを見ていきましょう。はい、トンナン戦上級タク何の2曲28,500点、持ち親番トップ目43,000点、ラス目8,600点という点数ですね。まあ、上級タクのポイント配分っていうのは、トップが結構いっぱいもらえて2着はちょっとしかもらえなくて、でラスはまあその2着トップの合計点分ぐらい引かれると、3番はそういう配分なんです。でまあ、2着を拾いに行くよりはできればここからトップを目指したいっていう状態ですね。はい、さあちょっと本質を見つつ行きたいとこですね。ドラガ、ドラガ三蔵白本質ドライチデマンガンと、ちょっと本質を見たいですが、まあ、順目的なバランスも考えるとこの辺りでちょっと妥協は必要かなと。まあ、マンズが先に埋まって白をポンしての転廃とか、マンズを使っ1面図使った上がりが早そうなので、ここでは一旦トンします。うん、こうなるとやっぱり本質をちょっと見たいですよね。リャンズを切って目いっぱいってやってもいいんですけど、さあそしたらリーチが、神ちゃんのラス目からリーチがかかりましたと。どうしよう。まあ、いいシャンテンなんですが、降りることは簡単ですよね。数層もありますし、筋のいい層もいっぱいあります。この辺切っていけば降りることは簡単ですと。まあ、ただし、マンガン直撃とかで、一撃で終わる可能性もあるんで、もし上がりが見えるんであれば、上がりを目指したい。となると、まあ、中筋のローワンぐらいは切れそうですよね、とりあえず。ってことで、これをチーしてみようと。チーして、三蔵はドアなんで、ここはターツは決めちゃって、白をポンできればマンガンの転廃と。そういう形ですね。まあ、三蔵チーでもいいんですけど、三蔵。まあ、これでマンガンのいいシャンテンですと。で、パー1はテンパったら全然勝負する価値あるので、で補充しても別にそのまますぐ出すになるような点差ではないと。トップが見える手なんでちょっと頑張ってみます。おっと、そしたらマンガン転廃、もうこれはパワー1いきましょうと。はい、あとは頑張るところですね。大体押しましょう。なんですが、まあ、ここで、気にしなきゃいけないのは、神茶の点数がリーチ棒出して7600点になりましたと。で、7600点ということは、この手、パーソー神茶から上がると、7700点なんですね。そうすると、まあ、2着終了で終わると。で、下茶の親を、下茶のトップ目は大体置いてそうで、あんまり出すになりそうな点差でもない状態で2着角。するとちょっとなんかもったいない気しますよね。トップ目指せる状態で上級宅のポイント配分だとトップ60、2着15で3着0ラスマイナス75っていうことで、まあかなりトップを、ああもう滑った、最悪ですね、ネタバレが。はいっていうことで、まあ実際パーソーが出たんですよ。ここでパーソーが出てどうしようかなと。まあ、これを上がると2着なんですね。できればトップが欲しいと。白やったら1撃でトップだったんですけど、まあ、パーソンの方だと2着で終わっちゃうと。ちょっともったいないんで、じゃあどうしよう。まあ、上がるっていうのももちろんありなんですが、じゃあ上がらないってした時にどうするか。このパーソンを無視して積もりに行くと、まあ、白、まあ、ツモだったらどっちでも上がれますし、もう一回白出上がりのチャンスもあります。ただし、まあ流局がもうほぼ近づいてきてる状態で、どっちかっていうとまあ安全に流局してトップ目との点差詰めたい場面でもありますよね。連チャンして
なんでポンしてリャンゾーなりイーソーなりっていうのを切ると安全にテンパイが維持できそうです。ハクは、まあ、ポンしてハクを切ると二巡しのげるんですが、ハクが通る保証はないっていうことで、ここはポンしてリャンゾーを切ってみました。まあ、リャンゾーとイーソーどっちも切れるんですけど、スーソーとか、まあ、イースソーは上がり目がなくて、リャンソーの方はちょっと上がりがありそうだったのでこうしてみました。三ゾーとか使い切るっていうことを考えると、まあサブドスソーとかその辺考えると、もしかしたらイーソーの方がいいのかもしれないですけど、サブドスソー、ドスソーは通るな、ノーチャンスですね。まあ上がり優先ですね。はい、で自分の積も番は1回と、これで危険牌持ってこなければ、まあ大体 B 局ですよね。 G 層、まあ数層切れてるし大体大丈夫でしょう。リーチ宣言牌は数層、うん、ちょっと危ないか、リーチ宣言牌が数層ですね、ちょっと危ないですけど、パーソーが4枚見えてるからノーチャンスか、まあ感知層はないですね。はい、ということで、まあ、これで流局してトップと4000点縮まりましたと。まあ、これでパーソーをローンしていると確実に15ポイントもらえるんですが、上がらなくてもそんなにラスになることはなくて、たまにトップが取れると、そっちの方がいいんじゃないかなというお話でした。まあ、これがポイント配分変わってくれば、もちろん上がった方が正解になりますし、上級宅配分ならではかなという感じですね。リャンゾー切りが正解かどうか分かんないですけど、はい、そんなお話でした。このプログラムで使用しておりますパイフはニコニコ生放送ジャンサク TV 内にて、お昼に不定期配信しております。ヒルピンですより、抜粋しております。この動画に対するご質問はマージャンウォッチの、ページのフォームからお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら。